1たす1は田んぼの田。うん、黙れ。ジュゴンです。小学生の時めっちゃ言ってた。さあ、今回新企画です。数々の課金をしてきた私でございますが、おい、その中でちゃんと強いやつは誰なんだと聞かれたわけじゃないんですけど、答えていきます。さあ、今回はイフトボール開幕して9月10月に獲得した選手で当たりだった選手ランキングベスト10紹介します。こういうランキング系は私全然やってこなかったんですけどね、ちょっとやっていこうかなというね、新展開でございます。この動画が高評価だった場合はやると思うんでね、ぜひ、あ、いいじゃんランキングと思った方はね、高評価チャンネル登録で応援ください。一応今のところなんか各月ごとにやってもいいかなと思ったりもしています。ただ私気づいたら選手捨てちゃう病なんで、どうしてもね、取った選手が気に入らなければポイポイしちゃう性格なもんで、残ってる選手でねランキングを作らないといけないんで、もしかすると一月内ではちょっと選手が集まらん可能性もありますが、まあ、なるべく毎月やりたいなとは思っている。とりあえず初回大型アップデート後2ヶ月でどんな選手が集まってどういう選手が強いのか、そんな話をします。で、今確認したんですけど、今のところ大型アップデート後獲得した選手61人残っているようです。多いのか少ないのかは分かりません。その中でどういう選手が上位に入るか、ぜひお楽しみください。今回寝る間を惜しんで3日3晩考えてランキングベスト10作ってみました。あなたの参考になんかなれば幸いです。では早速いきましょう。第10位は私の趣味、エピック付属についてきたアレハンドロ・グリマルド。まあ取る機会もなかなかないし、取ろうと思ったら最後まで粘りました。基本ロベカル、そういう選手持ってれば使うことないんでなかなか出番なさそうですが、好きな選手くらいランキングに入れてあげないと。ちなみにスキルは1個もつけてないです。第9位 J リーグ指名契約、原大智。 J リーグのイベントで191センチの長身フォワードを使えるなんて思わなかった。 J リーグのディフェンダー大体使う選手185センチぐらい、そこから5センチも高く、ジャンプの数値も80、1回ディフェンス頭1個分高く飛んでヘディングでズドンって決めた時は感動しました。スキル追加はできないけど、ヘッダーエアバト噛みすぎます。第8位リュドビク・ジュリ。なかなか話題にならなかった小柄なアタッカーです。使えるのも限定的な右サイドだけ。私はナショナルイベントを基本フランスを使うので、その時の右サイド役割ジュリ任せてます。かなり細やかな動きをできるし、キープ力に定評ありますね。ただしフィジーないんで、ガツンと当たられたら終わりです。当たられないように頑張るのみ。コネコネはかなり優れてます。ガチスカで使うことはほぼないです。でもナショナルイベントを定期的にやってくるから非常に便利な選手で、右サイドできる選手がかなり少ないんだよね。そういう時も便利。ちなみにスキルは特に何もつけてないよ。第7位週刊 FP フェデリコ・ディマルコ。私ちょっと前まで3バックを使っていて左ハーフで使ってました。試合数540。ちなみにこれ以上出てる選手がもう2人ぐらいいる。サイドハーフのベスト選手で、ライブアップデートも結構乗る選手で非常に使いやすかったね。クロスの精度も非常にいいし、足も速くて私好みで、守備も意外とできちゃう。まあ残念なことにスキル追加ができないんで、今4バックに変えちゃったんですが、サイドバックで使うほどではないけど、まあ、サイドハーフまた使うことあったらこの選手は引っ張り出しそう。第6位サミュエル・エトー。ブースタースロットちょっとつけてないんですが、いや教えてくれ、スロットを私は知りてんだという方はねコメントください。スロットという概念を忘れてました。何パターンか過去版出てきたのをスルーし、ボールキープがボディコンがそんな高くねえじゃねえかでスルーしてきたんですが、ようやくなかなか良さそうなエトー出てきたんで取りました。なかなかいいね。フェノミナルフィニッシュのあの気持ちよさ、実況が難しい体勢からシュートを決めましたねみたいなやつ、あれ感動します。ただ他のフェノミナルでもね、その実況は流れます。エトーの足の速さは感動レベル。裏に抜け出してからのシュートを決めた気持ちよさ、エトーを使っているからこその感動、あなたもぜひ体験してみては。ちなみにスキルは何個かつけていて、ミドル、スルパ、ワンパーとかその辺のベーシックなやつつけてます。第5位ウリ・ヘーネス。ヘーネスちょっと順位が低いと言われてしまうかもしれませんが、もともとヘーネスの9ブースター版持ってたから、そこからの感動レベルと考えるとそんなに順位が上がらなかったのと、私はブリッツあんま好きじゃないんだよね。どうしても根幹を入力すると全部ブリッツになっちゃうから、ゴール前でほんとあと決めるだけでちょっと根幹を狙いたいみたいな時にブリッツが発動してあわやみたいなことが起きかねないんで、あれが嫌。それ以外はヘーネス最高。特にフィジカルと適度なスピード、一応適正は ST など開けてます。 OMF で使うこと多いけど、ちなみに一応スーパーサブつけてます。今442にしたんですが、それでもしっかりスカットに残ってる。第4位リリアン・テュラム。少し前まで3バック使っていたんで、この足の速さでディフェンスラインをこなせるところ拍手。
身長よりもジャンプ数値が大事ということを改めて教えてくれる選手だね。テュラムでヘッドで負けた記憶ほぼない。あったかもしれんけど覚えてない。それぐらい空中戦の絶対的安心感がなぜかある。182なのに。スピードでぶち抜かれることもほぼない。空中戦も負けない。フォートレスも持ってる。うん、これ以上感動できる選手が今後ディフェンスラインに加わる気がしない。それぐらいかなり評価しているディフェンダー、今最も気に入っているディフェンダーの一人ですね。最もは一人しかいないんだけどね。ちなみにスキルはエアバトないんで絶対つけましょう。エアバトないテュラムは競り負ける可能性もあるよ。私は今んとこエアバトしかつけてません。もっとつけたいんだけどスキルがない。第3位、パトリック・ビエラ、アンカー版。まあどうしてもビエラは過去版持っていたりと、そう考えるとアンカーになったからといって感動レベルが上がる、そんな爆上がり選手ではない。過去のビエラも強かったし、このビエラももちろん強い。アンカーになって積極性がなくなってみたいなところが嬉しい選手かな。昔使っていたハードプレス版がガツガツ感好きだったんだけど、ちょっとそこが収まり、ドシッと構える、そんなタイプになった。ただ依然として使用機会は多いし、ビエラ持ってればスカッと1枚ド安定確定する、そんな大きな存在ではあることは間違いない。スキルはとにかく守備系、スルーパス絶対つけよう。ちなみに私はスルーパスまだつけられてません。ストックがない。第2位、ロナウジーニョ。最近使われにくくなったと巷で噂に聞いたんですが、いえ、私は使ってます。使ってて楽しい選手。今までどうしても私チャンスメーカーが合わなくて全然取らなかったし、取りもしなかったし、なんならチャンメかさようならって感じだったんですが、ついにそれを卒業されたロナウジーニョ、もうこれ取るしかないと思って取りました。ロナウジーニョを使える気持ちよさ、それはロナウジーニョを使ってみないと分かりません。この動画では伝わらないロナウジーニョの魅力があるということです。私は OMF でよく使っていますが、まあ、ST、ウィング、サイドハーフ、いろんなところで使える汎用性は十分なものを持ってるし、モメンタム持ってるんで、ドリブル数値そんなに上げません。無印 OMF、ベストマッチ。ちなみに私あんまりコネコネしないので、ロナウジーニョらしいプレーはなかなか苦手です。スキルで言うと、まあ、何個か追加してますが、ワンシュー、ミドルシュート、この辺が鉄板。ぜひつけよう。9月、10月度、獲得して良かった選手ランキング第1位、アレッサンドロ・コスタクルタ。どうしてもデイリー PK でもらった過去版が記憶に刷り込まれてて、なかなか使うことなかった課金者でございますが、このコスタクルタの感動レベルはちょっと違いました。先ほどから言ってる通り、最近まで3バック使っていたんですが、3バックの1枚前、DMF に本適性をつけて使ってました。マケレレビエラみたいにガツガツ感はないものの、気づいたらボールカットしてる、それ誰かって見たらコスタクルタ。そんなことが、不思議な現象が起きやすい選手。未だになぜかはわかりません。スピードよし、フィジもある。守備能力もあって、フォートレスも持ってる。スタミナ100。走り勝つ。ちなみにこの数値だと、前線に顔出した時、物足りなさがある。特に決定力。コスタクルタでシュート打つのやめましょう。もうちょっとボールキープができると嬉しいかな。ただ、コスタクルタに求めてるのはそこじゃないんで、目をつぶれます。こちらもエアバトないんで、それはつけましょう。できたらワンパスルパも装備で。これがベスト10。ちなみにウォーカー入れるか迷ったんですが、ウォーカー獲得した後結構 D が続いててなかなか使う機会があんまりなかったということでランキング外です。その他で言うとカントナ、オーウェン、G ダネスタ、マカイ、パックのメッシ、ネイマール、この辺がベスト10入りにならず、いいなと思った、面白かったと思う方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それ見て来月やるかが決まります。ありがとうございました。